あなたか。来てくれたのね。ありがとう。私のパートナーが、ひまりが追いついたのだけど、そばに来ないでと、どこかへ走って。この近くにいるはずなの。一緒に探してくれるととても助かるわ。ありがとう。ひまり。だからもう近づかないでって。リッカ、あなたの体から出てるの、それ、まさか。え、なに、その喋り方、リッカ大丈夫なの、なんか変。リッカは全然平気、いつも通りだよ。誰？リッカを呼ぶの。ひまり？ひまりってなんだっけ？私だよ！あなたのパートナーのひまり！パートナー？パートナーだったらひどいこと言わない。言わないでしょう！私が突き放したから。ねえ、お願い、リッカを助けてあげて。このままじゃリッカが無限ドラゴンに。頭がリッカ、この調子。そうだ、やるな、この調子、やったぞ、いけ、やるな、いいぞ、やったぞ、そうだ、いいぞ、いった、やったぞ、最後、全開だ。ごめん、ごめんね、リッカ。私のせいでこんな現実世界に帰れなくて、妹たちが心配で焦ってイライラして八つ当たりして。ひまり、妹がいたの？うん、双子の妹でね、まだ小学2年生なの。うちはお母さんがいないから私が面倒を見てて、きっとあの子たちお腹空かせてるだろうなって思ったら心配でたまらなくて。でもリッカのことも大切だから、この世界を放っておくわけにもいかなくて、デジタルワールドをちゃちゃっと救って急いで現実世界に帰ろうと頑張ってみたけど、状況はどんどん悪くなる一方だし、リッカにはひどいことしちゃうし、本当ダメだね。泣かないでひまり、私は大丈夫、
あなたが助けてくれたから。そうでしょう。私に何かプログラムを。そういえばリッカが襲ってくる直前に君何かしたよね。俺のせい？おかげでリッカは異構築しなかったの？試作型アンチプログラム、そんなのがあったんだ。でも呪いの発言を遅らせることはできても完全に消すことはできないんだよね。ということはリッカはまたいつ異構築してもおかしくないんだ。ひまり、私が怖い？バカ、何言ってんの。怖いわけないでしょ。リッカは私の大切なパートナーだよ。もし今度異構築しそうになったら、その時は絶対に私が止めてあげるから。だから余計な心配しないでゆっくり休みなさい。ひまり、守ってあげられる。生意気言っちゃって。でもありがとう、頼りにしてるよリッカ。あ、タオモンのゲート、助かる。リッカ、町に戻って傷を治そう。ええ、そうね。いろいろありがとうね。一生ついていきたいくらい感謝してるよ。
間に合え。よし、これでなんとか。よし、落ち着いてる。ペロン、やるな。使うぞ。いい狙い。よし、そう、いいぞ。行くぞ。一旦使うぞ。引き抜けろ。雪村、もう一度だ。おう、エキゾーストフライム。どうした？そんなことで誰よりも強くなんてなれるのか？俺が見つけた時からずっとこの調子なんだ。取り憑かれたようにトレーニングを続けてる。このままじゃ雪村が持たないのは目に見えてる。が、力ずくで止めようにも今の俺じゃどうしようもなくてな。情けない大人ですまないが、お前の力で止めてやってくれ。止めないでくれ。これは俺と雪村の問題だ。ほら、どうした雪村、もう終わりなのか？まだまだ。そうだ、頑張れ雪村。俺たち二人で誰よりも強くなるんだ。そのためなら何でもするって決めたよな。たとえ異構築に頼ってでも。ゴータ、俺はお前が望むのなら。まずい。踏ん張れ雪村。自我を失いさえしなければ、その力がお前のものになるんだ。雪村、何やってるんだ。呪いなんてねじ伏せちまえ。なんで？無限ドラモンじゃない？雪村！
いい狙い。リッカ、やるな。続けていこう。行け。リッカ。いいぞ。さあ、やったぞ。大丈夫だ。リッカ。使うぞ。よし、いいぞ。リッタ、いい感じ。決めろ。もう一度アンチプログラムを試してみてくれないか。効果ありか。俺の独学プログラム、思ったよりいい線いってんじゃないか。これなら。ああ、こっちの話だ。それより今は。ごめん、雪村。どうしてそんなに焦ってた。こういう結末が想像できないほど子供じゃないだろうに。俺には何もないから。確かなものを手に入れたかったんだ。こいつは明らかに特別だし、ひまりには確固たる自分があるように見えた。俺だけなんだ、何もないのは。現実世界でもそうだった。自分で言うのは格好悪いけど、勉強もスポーツもそつなくこなせたし、周りの空気を読むのも得意で、どっちかというと羨ましがられる側の人間だったんだ。そういうのが結構気持ちよかったりもしてさ。でも真剣に進路を考えなきゃってなった時、自分が空っぽだって気づいた。みんなが夢とか目標を語ってる横で、俺は自分がやりたいこと何一つ思いつかなかった。なんとなく毎日楽しくやって、なんとなく就職して、なんとなく結婚して年を取って、そこそこの人生を歩むんじゃねえのなんて漠然とイメージしてたけど、急に足元がふわふわして不安になって、何か見つけなきゃって気持ちばっかり焦って、そんな時デジタルワールドに召喚されたんだ。ここでは自分は特別なんだって思えた。俺にしかできないことがきっとあるって信じられた。でも実際はそんなことなかった。こいつと会ってからは特に思い知らされたよ。あ、やっぱ俺は何者でもない空っぽ人間だって。挙句一番大切にしなきゃいけないパートナーを俺の不安と焦りで振り回して、姿に。最低だよ俺。バカで情けなくて。だな、バカだよ。どこまでもお前を信じて、お前のために体を張ってくれるパートナーがいる。移行地区してもお前のことを見失わずにいてくれるパートナーとの絆がある。お前を心配して駆けつけてくれる仲間だっている。それでも自分には何もないと思うのか。あ、気づいてないだけで、自分にしかないものなんてのはいつだってお前の手の中にあったんだよ。そうか。
やっぱ俺ってどうしようもないバカだ。いいタイミングでお迎えが来たようだ。ひとまず町に帰ろう。雪村を休ませてやらなきゃな。職業病ってやつだね。カッコつけすぎた。偉そうなこと言ってる当人がこいつに頼りっぱなしの情けないやつだってのにな。ま、自分のことを棚にあげるのはずるい大人の処世術ってことで多めに見てくれ。お前もゆっくり休んでおいた方がいい。おそらくこれから忙しくなる。アンチプログラムに移行地区の新たな可能性か。面白いね。おお、お主、まさにナイスタイミングじゃ。久しぶりね。ようやく映像通話が可能な状態まで回復できたわ。すべてあなたたちの活動のおかげよ。感謝の言葉もないわ。とはいえまだそう長くはこの状態を維持できないの。申し訳ないのだけど要点のみを話させて。まずデジタルワールドの異変。これはすでにご存知の通り BH プログラムの拡散から始まった。異変に気づいた私は対処の可能性を探ってこの世界の領域にアクセスした。一つの世界の異常が他のデジタルワールドへ悪影響を及ぼしていくこともある。あるデジタルワールドが人間世界へ侵食し危機を引き起こした例もある。だから小さな異常も対処しておくに越したことはないのだけど、今回この世界で起きていたことは私の予測を超えていたわ。 BH プログラムによって私は自由が利かない状態にされて、あのままでは存在を消されていた可能性もあったの。状況を打開するために私がしたことの中にデジタルワールド自身が持つ事情機能へのアクセスがあった。そのプロセスの中には現実世界の人間をデジタル化して召喚するというものがあったのよ。なるほど。昔の俺もあなたがそうだったようにデジタルワールドは危機にそういった手段を用いることがある。じゃあ私たちがこの世界に呼び寄せられたのは。ええ、デジタルワールドの意思。そうだったのか。じゃああの小5の時の大会のつながりは関係なくて偶然なんだ。今こうして映像を飛ばして会話ができるところまで来たのはあなたたちが世界の危機に抵抗しているから。でも BH プログラムへの対処はあなたたちとデジモンが力を合わせてやるしかなさそうなの。うん、それじゃがな、わしらもちゃんと仕事をしておったぞい。マメオ殿の独自開発した試作アンチプログラムを改良発展させてアンチプログラムは完成間近なんじゃ。これはお前に言ってなかったな。ひまりとコウタの一件もあって俺の試作アンチプログラムが思ったより役に立ちそうなことが分かったな。特艦でもう一つ作ったのを使用データも添えてタオモンに渡したんだ。うん、実際の使用データも大いに役に立った。コウタヒマリの怪我の巧妙というべきか。ああ、それはどうも。この世界はいい人間を選んで召喚できたよ。残る問題はアンチプログラムをどうやってデジタルワールド全体に送信するかだな。デジタルワールドの地球には網の目のようにネットワークケーブルが張り巡らされておる。サーバー棟からアンチプログラムを送れば全域に行き渡らせることは容易であろうが、現在このデジタルワールドのネットワークは正常に機能していないわ。おそらく無限ドラモンが暴れた際に機関ケーブルのどこかにトラブルが生じたのでしょうね。それを修理しなければ一斉送信は不可能。破損箇所をまず突き止める必要があるか。各地のデジモンたちから情報を集めねばならぬ。一つ一つ解決していくしかないだろう。ね、
私も情報を集めるわ。まだ完全に自由にはならないけど、レジメくらいなら出せると思うから。よいか、嬉しいの。